皆さんこんにちは。のクロマチックハーモニカ講師の北村さゆりです。今日は副音ハーモニカ奏者でいらっしゃる岩間明美さんにお越しいただいてるというか、まあね、お互い家なんですけども、はい、今日はお招きしてちょっと動画を撮らせていただいてます。はい、というわけで明美さん、すいません、自己紹介の方お願いいたします。はい、トレモロ副音ハーモニカ奏者の岩間明美です。こんにちは。なんかドキドキしますね。ありがとうございます。はい。では、明美さんのなんかこう活動とかね、そういうのをちょっとまずは伺いたいなと思うんですけれども、はい、日頃、まあ、どういったね、その副音ハーモニカで、活動されているのか、ちょっとお話しいただけますでしょうか。はい。まあ、ハーモニカ音楽がね、こう暮らしに溶け込むような世の中にしたいという思いでですね、活動をしておりまして、もちろんリアルで、レッスンだとか演奏活動はもちろんのこと、最近ではまあ YouTube でもね、レッスンだったり、演奏動画、そして YouTube ではお伝えしきれない部分を、文章にて、ブログでね、紹介したりなんていうことをね、最近始めたところでございます。はい、はい、ありがとうございます。でお教室もされてて、まあその演奏活動だったりとか、まああとね、そのこう発信っていうのもね、うん、されてるっていうことですよね。なんか今コロナですけども、このコロナ前と今とでなんかこう活動とかって変わったりとかありますか？そうですね、やっぱコロナの影響はすごく大きく受けちゃいまして、ね、なかなかやっぱリアルでこう対面でレッスンしたりとか、うん、演奏活動がね、こうもう本当すべてなくなってしまったっていう状況に、ね、なってしまったので、まあ、ちょっと大変だなっていう部分も結構あったんですけども、でもまあ自分としてはこう、これから自分の活動をどんな風にしていこうかななんて改めて考える時間に当てることができたので、まあ、それはそれで良かったのかななんて今となってはね、はい、思っております。ありがとうございます。もし差し支えなければ、なんかプライベート面というか、あの日頃どんな感じのこう生活をされてるのか、はい、伺ってもいいですか？全国のちょっと共通点あるんですよね。ありがとうそう、プライベート面で、ね、プライベート面、あ、そうですね、あ、私あんまこう趣味ってこう言えるようなことはあまりずっとしてないような気がしてたんですけど、よくよく考えたら、なんか体を動かすことが結構好きで、まあ、子供の頃から、まあ、いろいろね、バレエ、踊るバレエだったりとか、あとね、水泳もずっと長くやってたりとか、結構なんだかんだ、運動してる期間が長くてですね、今もパーソナルトレーナーについてこう、筋トレっていうんですか、したりしててね、週にそうだな、3、4回はこう自重トレーニングみたいな、はい、したりして、結構それ長いし、意外や意外にもこれが趣味っていうのかななんていう風に、はい、もう生活の一部すぎて、そうそうそう、趣味という自覚がなかったみたいな、うん、ね、そうなんですよ。改めてね、そう、そんなことも考えたりして、あとさゆりさんとの共通点はあれですよね、中学生のね、さゆりさんお嬢さんいらっしゃるし、うちの子がいたりして、うん、つい最近ね分かったんですけど、そうそう、学年がね、ね、一緒らしいそう、一緒だから、あ、世代も近いんだななんて思いながらね、うん、近いと思いますはい、そんな発見もありましたよね。ね、そうですよね。はい、まあ、なかなかね、お互いそのこう育児をしながらのね、うん、その活動だったり仕事だったり、やっぱりね、すごい大変なこともね、ありますよね。そう、この間お話しした時に大変だったよね、なんていう話も、ね。今はね、だいぶね、手も離れて、あとはもうお金がかかるという。そう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 。ね、もうなんかね、さゆりさんが近い存在に感じられました。
ありがとうございます。今ね、そのトレーニングの話っていうのが出たと思うんですけど、はい、こうハーモニカ演奏にやっぱりそのトレーニングっていうのはなんかこう生きてたりとかっていうのは感じられますか？いやあるじゃないかなって自分でやっぱり思っていて、やっぱり年齢重ねるごとにね、あの体力を劣っていくものだって思ってるところもあるので、一番こうあのなんだろう、ハーモニカに関係してるなっていうところはこの下半身、足を鍛えるっていうところはかなり直接的にあの関係してるんじゃないかなって個人的に思ってまして、やっぱりあのなんだろう、大地に、大地にっていうと大げさですけど大地にこう足裏をきっちりこう、ね、踏みしめてあの呼吸をする、そして音にするっていうのは、やっぱり大事なんじゃないかなって思ってる。なるほど。あるかな。あとはまあその何、スクワット一つするにしてもフォームっていうのがきちっとあるっていうことがよく、ハーモニカもそうですよね。なんかこう一つね、そうなんとか奏法にしてもただ音出すだけにしてもやっぱりホームっていうこの基本的なことを知った上でやるのと知らないでやるのじゃ全然違うっていう、そういうこともちょっと学んだりとか、すごいいい効果あると思います。何や、いつも練習って立って負荷張る方ですか？両方ですね。やっぱり、秒眠するときはやっぱり時間がかかるし、ずっと立ってやってると疲れて、座ってやることが多いんですけど、もうそれが終わった後はずっともう立ちますね。立って音を出すっていう、常にそういう練習はしてます。なるほど。はい。これさゆりさんは？私は結構座りが多いんですけども、ただ足の裏をしっかりと、あの地面につけておかないと吹けないですね。ね。座ってたとしてもね。そうそうそう。うん、あと骨盤を立てとかないとあかんので、なんか。たまにレッスンとかしてると結構なんか足が適当な位置になるんだけど、だからちょっと足ちょっと直した方がいいですよとか、こうちょっと座り方とかはレッスンの時は基本座りなので、その座り方っていうのはやっぱり指導することが多いので、その今ねその足っておっしゃったのはすごいなんか分かる分かるって感じでしたね。そうね、そう足こうちょっとこうブラーンっていう感じにしてたり、たまに足組んでらっしゃる方もいる。そうそう、絶対足組んでたか音で。ね。本当でもね、なんか気持ちよく吹いてるからどう言っていいのかな、どうかななんて思いながらね、いつも迷っちゃうんですけど。なんかたまにちょっとこうタイミング見計らってちょっと言ったりとか。そうそうそう。ですよね。わかります。そうそう、あの副音ハーモニカって、はい、あのこういろんな奏法とかこうね他のまあハーモニカって言ったらまあ大きくいろいろあるけど、まあ、大きく3つでね、はい、テンホールズがあったりとか、ね、それでもちろん副音ハーモニカで、まあ、クロマチックってありますけど、なんかこう、はい、副音ハーモニカの特徴やったりとか、はい、こう。そういう特なんていうかな、うあの特化した演奏法っていうんですかね。なんかそういうのっていろいろ思うんですか。はい、あ、そうですね。ちょっと今日楽器もね一応用意してみたんですけど、はい、こちらが副音ハーモニカになりまして、はい、映るかしら、こんな感じです、ね。はいはいはい。見えるのかな。今見えた、ちょっと見えました。ああ、そうだ、ここだね。見えた、見えた、見えた。はい、穴が2段になってるのが、今やったらよくわかります。はい、そうなんです。はい、で、今、さゆりさんがおっしゃった、こう、穴がね、上と下上下にこう、並んでる形のが、こう、ハーモニカの形なので、クロマチックは1段。そうですね、クロマチック1段なので、ね。そうですよね。うん、そう。で音を出すときは、例えばどの音を出したいって言ったら、この
上と下の穴にこう同時に息を吹き込む感じ、ね、上に1枚下に1枚リードがそれぞれついてるのでそれを同時に鳴らすっていうのが副音ハーモニカの、まあ、大きな特徴です、ね、で微妙にそのリードのこの音の、ね、微妙なこう差をつけてるのでこう音がこう波打ってでリブカートがつくどの音が出るっていうところが、うん、やっぱりクロマチックと一番大きな違いで特徴が、うん、出てると思います。うん、そしたらそうあの配列的には多分例えば吹き音どうって吹き音になるのかな、はい、鳴らそうとしたらその両サイドってのはスイスイになるんですかね。あ、そうですね、うん、ドレミファに並んでるわけではなくて、うん、吹き水吹き水っていう風に順番に並んでるんですね。だからこの中音、うんうん、真ん中の部分はドレミファソラっていう風に、まあ、並んでるんですけども、うんうん、ラを吸ってシを吸って、まあ、ドを吹く。これクロマチックも一緒かな。そう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 、はい、ただその配列が吹き水吹き水なのでラの隣にドがあってドの隣にシがあるっていうそういう配列になってます。そうなんですね。はい、ドシミレソファドラっていうふうに並んでます。はー、この高音の部分になる、はい、吹き水吹き水で並べると、うん、音階がこう入れ子になっていくっていう、うん、うんおお、なるほど。だからまあ言うたらそれねすごいこう横の幅がなんていうか狭いというか、なんかクロマチックやとその隣の音もその吹きも水も両方出ちゃうから、まあ、ちょっとこう濁っちゃう。はい、すごいその隣との間隔がすごい狭いけど、まあ、濁ることはないってことですね。はい、そう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 、出ない限りはね。うんうん、ね、はい、うん、クロマチックに比べるとなんかすごい横との間隔がすごく狭くて、難しそうと思うけど、うん、大丈夫ってこれのね、そこはね、そうですね。ちょっとその違いはあるかもしれないね。まあ、あとはなんか、まあ、クロマチックでもタングブロック奏法もねされる、私はフィラー系なので、パッカーなんですけども、はい、基本的にはタングブロックですかね、こう加えそうですね、副音ハーモニカはね。ということは、まあ、一応ご存じない方のために説明をちょっとしていただいても大丈夫ですか。はい、難しいかいそうですね、タングブロック奏法ってことは舌をこうねつけて、奏法するっていうことなんですけども、音を出してみますね。穴が2つとか3、あ、音がね2つか3つなってると思うんですけど、その次に出したい音はね、こう隙間を開けて、うん、それ以外のところを下でこうね当てて押さえて音を鳴らなくするっていうね、途中からしっかり単音っていうかね、なりましたよね。そうですね。うん。うん、これをね、このタングブロック奏法なんでするかっていうと、こうわざわざこんな難しいことする理由っていうのがこれだけだと多分よくわからないと思って、うん、ちょっと吹いてみてもいいですか。あ、お願いします。はい。こうザッザッザッっていう、こうリズムを刻む和音を刻む音がね少し聞こえたかと思うんですけども、これはさっきのタングブロック奏法で舌をね、当てたり外したりして、してる奏法のことなんですね。はい、そうですよね、一つしか加えてなかったらこれはね多分できない、この両端から出すっていうのはできないですもんね。はい、なるほど、すごい。なんかね、
こう複音ハーモニカともうクロマチックハーモニカと同じハーモニカやし、すごく共通点もいっぱいあるけど、ね、やっぱりそのもう出る音が、ね、全然違うし、なんかそれぞれにすごく良さがあって、なんかこう、ま、同じ、ね、ハーモニカやけどすごい違う点もあって、すごく興味深いなっていうふうに、思います。はい、ありがとうございます。で、ね、ちょっと私一つね、すごい疑問っていうか、どうしたはんのかなって思うことがありまして、クロマチックハーモニカやと、こう半音階の音っていうのは、スライドレバーを押すと、まあ、シャープするっていう仕組みなので、一本でできるんですけど、複音ハーモニカの場合っていうのはどういうふうにそんな時されてるんですか？そうですね、複音ハーモニカは、これ1本だとその半音、ね、違いの音っていうのは出ませんので、例えばシャープとかね、フラとか出てくる時はもう1本半音違いの楽器を重ねて2本でね、2本で演奏するなんていうことをします。はい。で、結構その離れてるのにレガートにちゃんと演奏するのはやっぱり技術なんだろうなっていうふうに思いますけど、すごいね。ね、こんな形でこうね、2本持ったりして演奏をします。ありがとうございます。あと最後になんですけれども、あけみさんの、まあ今後の活動だったりとか、もしくはこう展望とか、その辺を で、あとこう複音ハーモニカで、まあ、どういうことをね、今後これからしていかれたいのかっていうのをちょっと伺ってもいいですか？今後のですね、私の展望といたしましては、そんな壮大な話ではないとは思うんですけども、まあ、志としてはですね、ハーモニカ音楽が、暮らしに溶け込む世の中にしたいっていうね、その願いを、活動に込めていきたいなっていうところはね、思っております。まあ、5歳の時から、ハーモニカを始めてきて、まあ、先人たちが築いてきたこうハーモニカ音楽の世界っていうのにこうどっぷりとはまりまして、魅了されて育ってきたわけなんですよね。なので、まあ、日本的奏法仕込みの最後の世代というところは結構まあ自負しているところでもあるので、まあ、そのね、こう世界をね、先人たちが作ってくれたそのハーモニカ音楽の世界を敬いつつね、それをさらにこう、なんていうかこう磨きをかけて、こう未来につながる活動をしていきたいななんて、思っております。ありがとうございます。と、ね、今回こうやってコラボでね、お話しさせてもらって、で、今私のチャンネルではね、あけみさんこういろいろインタビューさせていただいたんですけども、あけみさんのチャンネルの方では、私が、まあ、このちょっとこの後撮る感じにはなるんですけど、まあ、いろいろちょっとね、お答えしたいなとは思ってますので、よかったらね、その両方見ていただけると、嬉しいと思うんです。ということで、今日はここまでにさせていただきましょうかね。ありがとうございましありがとうございました。た。